はい、どうもバイクです。シティスカイライン実況シーズン3第3回ご視聴ありがとうございました。いや、今回もですね、かなり、まあ、狭い範囲ではあるんですけど、かなりですね、こだわって街づくりっていうのをしていきました。はい、ここがですね、一応この街のですね、まあ、大きい駅の、まあ、一つになるかなっていうふうに今思ってまして、まあ、このぐらいの規模を、まあ、いくつか作っていく予定なんですけども、結構ですね、まあ、こだわって作ったので、まあ、いい感じに作れてたんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、ではですね、早速前回の動画でいただいてた、コメントっていうのを返信していきたいと思います。前回もですね、たくさんコメントいただきありがとうございました。はい、本当にですね、皆さんからもらえるコメントが結構動画作成の活力になってますので、コメントの方よろしくお願いします。では初めのコメントです。はい、すごいということで一言ありがとうございます。もうすごくシンプルなコメントで、まあ、本当にすごいっていう風に、まあ、思ってもいただけたんじゃないかなっていう風に思いました。はい、こういうシンプルなのもね、すごく嬉しいです。ありがとうございます。はい、では続いてのコメントです。コメント読まれた。今回も集中してみましたよ。ありがとうございます。作った部分のもう少し詳しいコメントや解説があれば嬉しいかな。どんなことを考えて作ったり壊したりしてるのか興味津々ということで、ありがとうございます。そうなんですよね、ちょっとこういう、まあ、解説的なところとか、まあ、なんでこういうことをここに何か、まあ、ものを作ったのかみたいなですね、解説みたいなのも、まあ、一部していきたいなっていうふうに、まあ、思うことは思うんですけれども、やっぱりね、そうしていくと動画時間とかが結構長くなっていったりとか、編集にまあ、まあ結構時間がかかったりとかっていうところがまああるんで、やっぱりこう、ね、今のスタイルの方が、まあ、やりやすいっちゃやりやすいのかなっていうふうに思って、今こういう感じになってます。で、解説とか、まあ、ここで書かれてる、まあ、こういうことを考えて作りましたっていうのはですね、まあ、ライブでですね、やってますので、まあ、もし興味があればですね、ライブの方を覗いていただければなっていうふうに思います。はい。では、続いてのコメントです。バイクさんの動画見て、スティールスカイライン始めました。ありがとう。ということで、こちらこそ、ありがとうございます。僕のですね、スティールスカイライン動画で、見て、勝ったっていう人はそんなに多く、まあ、ないと思うんですけれども、あんまり解説とかをしてる場面っていうのは、まあ、今後のシーズンではない予定なので、まあ、それでもですね、まあ、こういう風にコメントしていただけるってことはね、すごく僕としてもありがたいですし、そのシティスカイラインズのコンテンツをまあ盛り上げていってるっていう風に、まあ、感じれるので、まあ、すごく嬉しいです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、ではですね、こちらが最後のコメントとなっております。自分もリアルな街づくりを始めたいのですが、あまり DLC を入れてないので、それでも使えるリアルに見せる手法を教えてくださいということで、ありがとうございます。まあ、難しい質問というかコメントですけども、やっぱりね、あの DLC をまあ少ないとか、まあ、入れてないっていうのでも、まあ、ちょっと何か手法ないのかなっていうふうに、まあ、僕の中でもね、いろいろ考えまして、まあ、例えば、あの、結構建物と建物の間とか、建物とちょっと道路の間とかっていうところ、まあ、隙間が空くと思うんですけれども、そのですね、隙間に、ちょっと丁寧に木をですね、植えてあげる、植樹ですね、っていうのをしてあげると、割とですね、綺麗な、街っていうのに、なったりするんじゃないかなっていう風に思ったりします。で、まあそれをですね、まあびっちり埋めたりだとか、あとはもう僕もこの動画でもやってたんですけど、等間隔に植えたりとか、まあ、そういうところですね、ちょっと使い分けをしてみたりすると、まあよりこうリアルな感じになるんじゃないかなっていう風に思ったりしますね。あとは、この駅前のところでもちょっと今見えるかな、やってるんですけれども、高低差をですね、少しつけたりしてます。まあ、全部平面でやるとなかなか、あまりリアリティっていうのが薄まるんですけれども、ちょっと高低差をつけたりするとより良くなるんじゃないかなっていうふうに思います。それではですね、今回も、コメントたくさんありがとうございました。あ、前回ですね、はい、今回もですね、コメントよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。